まずは新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日、新たに2人の感染と1人の死亡が確認されたと発表しました。11月の人材開発促進月間に合わせて、今日草津市で職業体験イベントが行われました。このイベントは公的機関で職業能力を身につけるきっかけにしてほしいと滋賀労働局が企画したものです。ハロトレ博2021と題したこのイベントは今日草津市にある商業施設で開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。イベントではカンナで木を削ったり、レーザー加工の機械でネームプレートを作る体験ができるブースが設けられ、会場を訪れた人たちが実際の作業に取り組みました。カンナ削る時とかすごい難しくて、その職人さんすごいなと思ったり、そのバッジとかを削るその技術がそのすごいなと思いました。また今日は滋賀県出身で AKB48 チーム8の浜さゆなさんによるトークショーも行われ、浜さんがハマっているという溶接作業について、難しそうと思っても実際にやってみると楽しい、簡単にチャレンジできると自らが体験した感想を述べていました。ユニークな検定の話題です。甲賀流忍者についての知識や技能を問う第13回甲賀流忍者検定が今日甲賀市で行われました。忍者の町甲賀市では地域おこしの一環として甲賀流忍者を広く PR しようと、甲賀流忍者検定を毎年実施しています。去年はコロナ禍の影響で中止となりましたが、今年は6月の開催を延期し、人数制限をした上で今日検定が行われました。今年は全国各地から初級に50人、上級に14人がエントリーし検定に臨みました。今日はまず筆記試験が行われ、甲賀流忍者についての知識を問うテストに取り組みました。筆記試験の後は忍者としての技能の一つ、手裏剣投げの腕を競う実技試験です。難しいかなと思ってたんですけど、割とスラスラ解けてよかったです。重いしコントロールがすごく難しかったので、結構当てるのがきつかったです。今日の検定では実技加点となるため、思い思いの忍者のコスプレ姿が見られました。参加者は点数の高い的をめがけ、真剣な表情で手裏剣を投げていました。